ストレートエニアグラム二等兵の友人です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はこちら、うん、心理タイプ別片付け術、こちらですね、エニアグラムお片付け師の安田真紀さん、うん、松下沙織さんが書かれたこちらの本、はい、うん、隊長も読まれましたと。読みました。で、うん、これがもう今の率直、ごめん率直な感想話していいですか、うんうん、あの我々のこのエニアグラムのチャンネルって大したことないんですよ、うん、やってることって、うん、大したことないって僕はずっと思いながら、うん、あのずっと思ってる、うん、大したことやってないよって、うんうんうん、本読んでるだけだよって、うん、ただなんか微妙になんかそのやり始めた時期がちょっと良かったのか、うん、あの、うん、まあエニアグラムって検索すると上位に検索さ、あの上がってくるようになってしまったチャンネル、うん、で、うん、本来は今回はでもそこ目指してたとか、そう、ただもうやっぱりこれがタイプ6の囚われなんですかね、不安が襲ってくるんですよ。いいのか、いいのか、上がってしまっていいのか、上がってしまっていいのか、大したことやってないよ、偉くないよそんなにっていうのは、こちらのこの本、あのチャンネル登録者さん、まあ隊員ですね、隊員隊員から勧められて読みましたってやったところ、この書かれた方、著者の方、うん、安田真紀さんと松下沙織さんから、うんうん、あの、コメントをいただいてしまった、うんうんうん、やばいとプレッシャーを与えないと、プレッシャーを与えないでくれとあの、うん、そういう人じゃないんですと、うん、見てますなんて言われると、うん、いやなんかその先生の人たちに見てますって言われると、うんうん、違うんですと言い訳、いや違うんですが、いや前も片岡さん、うん、対人コミュニケーションの人間学、うん、片岡さん、うん、これはあのエニアグラムの講師になりたい向けの本ですと、うん、片岡さんにもこの片岡さんの本を紹介した時も、うん、そのご本人が来られるっていう、うん、そのモノマネをしてる時に本人登場みたいな、うん、はーみたいなってびっくりってこんな感じです今、はいはい、申し訳ございませんと、うん、なんか僕たちもモノマネし、そう今日モノマネしたんですよね、あのリソさんが降りてきました、うんうんうん、降りてきましたで、うん、やってるとこ絶対キャッキャッキャッキャってやってるところに本人が来るみたいな、うん、登場するみたいな、そうそうそう、大御所がマイクを持って登場するみたいなところで、これはやばいぞと、うん、で多分こうやってこれもね、うん、あのまた今日やりますって、うんうん、前行って楽しみにしてますって来てるので、うん、じゃあその状況でどう紹介するかっていう、うん、プレッシャーが、うんうん、例えばこのいや本は僕はこれ僕読んだ時に、うん、あのそうだなと思いましたよ、そうって感じです、あそうなんですよ、うん、そうなんですけど、うん、なんかそのここにこんなこと書いてありますとかってやると、うん、あでもそうするとネタバレだなとか、うんうん、っていう心配があったりとか、うんうん、どこまで言っていいのかな、うんうんうん、だったらそのご本人と直接なんかライブの場にこうやって引きずり込んで喋っちゃった方がいいのかなとか、うんうんうん、いろんな思いが錯綜して喋れないんですよね何を喋っていいか分からなくなる、うんうん、っていうのがここにも指摘されている、うん、ヘッドセンター、うん、未来のことが不安、不安でしかも6の特徴ですよね、それそうですね、どうすればいいんだろう、うん、何が正解だろう、うんうんうん、正解を教えてくださいと、うんうん、マニュアルを作ってくださいっていう感じなんです今、うんうん、っていう不安と、うん、あの前あの片岡さんにも怒られましたけども、うんうんうん、エニアグラム三国志、エニアグラム三国志に例えると、うん、前あの片岡さんは義語職の義の曹操だと、うん、で僕はあの、うん、認められた時に橋を落とすなんて、うん、ことを言って、うん、何のことか分かりませんなんて怒られましたけど、うんうん、語だなと、語が来たなと、うん、義語職の語が来たと、うん、孫権孫作、孫権孫作孫権ですね、うんうんうん、石壁ですよ、石壁で
この本を紹介させていただいてから、なんかあこの場で学びましたっていう方からなんかコメントをいただいたりして、わ、勢力が五の勢力、五の勢力が我々も早くこの職をね建国しないと、建国しないとなのか。でもあれは争おうって話じゃないですもんね。あの統一は難しいから3つに分けて、3つに分けて叶えで国を支えましょうっていう話ですもんね。だとするとこの義語職、義語職、義語職で三権三つでね国をっていう話ならできるなと思って。これ立てておきましょう。立てておきましょうか。今日はこの話ですね。なんて思って。だとすると、ようやく、まあ、我々もこの YouTube の中では若干エニアグラムの中でちょっと知られた存在になってきたのかなと。 YouTube の中では、 YouTube の中では、その片岡さんのところでもなんか生徒さんがの間で話題になってるみたいな。そうですね、こういう今あの二等兵タイプ3説とか、っていうハートフル問題、はい、ちょっと話題になってたりとか、はい、っていう、だとすると、まあ、どこに進めばいいのか、やっぱりクラブハウスですかね。クラブハウスですかね、最近話題の、話題の、だとすると、オンライン系で攻めてくる。タイミング的には、YouTube も若干うまくいってるのであれば、じゃあ今からクラブハウスをやります。クラブハウスやりますか。やりましょうかはい、はい、っていうところで、これでもライブだと面白かったですよねあ、なるほど、あとするとあの今見てる人が参加してくるかもしれない。こちらの本、こちらの本は、もう、エニアグラム的には僕おすすめだと思ってます、まあ、というのは、ここにあのセンターのタイプ分けの質問が載ってるんですね、要は何個か3つのタイプに分けるための質問があって、それでセンターが分かるっていうのがあって、僕やってみたところやっぱり思考センターのところに当てはまったんですよ。だとするとあのセンターって分かりにくいじゃないですか、センターで分けようとした時、まあ、僕は分かってるんでそこを飛ばしましたけどねなるほど、あ、腹落ち感があるから、まあ、もともとその分かってるっていう、はい、で僕の場合はそのセンターで腹落ち感、あのもしかしたら何タイプだろうみたいなのもちょっとあったので、やっぱやってみたんです、それやっぱり思考タイプだったので、あのそういう意味でもあの、おすすめかなとは思ってます、おすすめです、はい、で今五の国に、五の国に諸葛孔明を送って関脇の戦いを手土産なんてことをやってみました、はい、でどうでしょう、まあ、概要欄にこの Amazon のリンクを貼っておくので、よかったらそこから興味のある方は見ていただければと、あのエニアグラムのことが知れ渡れば、まあ、宣伝じゃないですかね。ダヴィンチにも載ってましたからね、僕の Google だからかな、ダヴィンチで、ダヴィンチにも載ってた、ダヴィンチっていうその本の紹介をする雑誌、ああそういうことですね、にもエニアグラムのエニアグラムが、あのダヴィンチにも、あの紹介されてましたので、あの盛り上げる意味でも、またエニアグラムが盛り上がっていけば M8 も盛り上がっていくと、盛り上がっていくという狙いで、ちょっと建国、建国しよう、義語が大きくなっておりますと、殿、殿、我々も、もともと大きなところに割り込んでいくって話ですよね。そうですね、国のない、国のないあのドン・リチャード・リソンの末裔だって言ってる水郷な若者が若くないですけどね水郷な、水郷なやつが、という、はい、石壁ですよ、石壁、はい、職を作らなければ、職を作らなければ吹き飛んでしまいますよ、我々なんて、っていうところで、はい、ちょっと一回クラブハウス、やってみます、やってみますということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どこかでお話できれば、はい、ぜひぜひ、はいはい、何を喋るんですかね、わかんないですね。あ、お片付けじゃないですか。お片付けでいいんですかね。お片付けの先生ですか
なるほど。逆にお片付けを聞かないとなのか、うん、僕の中ではエニアグラムの話、エニアグラム、うん、でもお片付け C ですからね。僕の悩みを聞いてほしい、うん、どう思いますかねあ、これ6ですね、これね、うん、片付けならいいと思いますけどね。なんか出てくれる、出てくれるというか、うん、片付けが聞きたいじゃないですか。イチロー選手にサッカーのことについて知りたいんですけどあ、でも今教えてイチロー先生で人生のこと聞くじゃない。人生のことはまあ、うん、あとそう、僕も、うん、お片付け、あ、お片付けが悩みの人もいるのか。お片付けが悩みの人はいますよ。僕も綺麗にしときたいんですけど、綺麗にならないです、あ、ならないことはないですけど、でもなんか、うん、ついついもうめんどくさいからいいや、なんかまあ一回この僕の話は、うん、ダイエットと一緒だなと思ってるので、うんうんうん、あ、だからその辺の話とかいいんじゃないですか。僕ダイエットでやりたいんですけど結局、まあ、ダイエットは食うなって話になるじゃないですか。ん、食うなの話になるじゃないですか。まあ、食うなの話ですけど、なんで食べてしまうのかじゃないですか、エニアグラムに例えるとすると。ああ、なるほど、うん、なんで食べたくなるのか、それをどう抑制していくのかとか、どう運動していくのかとか。あ、そうだと、あ、うん、これが思考タイプです、うん、要は怒ってもない心配をしだすっていう、うんうんうん、まさしくここでも紹介されている、うんうん、要は僕も今別にライブに出てくれるなんて言ってないのに、うんうん、ライブに出た時何を喋りましょうって、うんうんうん、急にそれが不安になるっていうのが思考タイプです、うんうん、っていうとこですかね、うん、ダイエットの本作りたいって相談したらいいんですかそうすると書けって話ですもんね。書けって話、書くのめんどくさいんですよまあいいじゃないですか、はい、エニアグラムダイエット C は本じゃなくても、あ、そうですね、喋、うん、ってるだけ、喋ってるだけ、なるほど、うん、というところで、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。